ほな、物証やりますか。やっぱ会費なしは値付けつけた方がいいな、絶対。カラクリ弁慶ね。あれ、カラクリ弁慶用意したっけ？したな、たぶん。カラクリ弁慶。おったおった。なんか二人おるし。技。いや、鉄壁ガード。待って、必殺が攻撃やから、できれば、月は受けんようにしたいから。刀狩り。誘い撃ちにしよっかな、普通に。誘い撃ちで、の方が多分溜まり早いっしょ。変わらんのけ。誘い撃ちと刀狩りってどっちが、溜まるの早いんやろ。能力的には、誘い撃ちの方が、回転率早くあってほしいけど、捨て割と低い。いやー、まあ、力言うて結構高そうやし、力高いよね、多分。ああ、かけてくれたんか。だるま。よし。二人やけど、まあ、なんとかいけるでしょう。そんな、癖強い妖怪ってわけでもないから。まあ、いけるでしょう。よいしょ。あ、てか、また、調べるの忘れとった。螺旋切りの隣接、密着。まあ、カブトさんがね、多分一番辛かった。あれやばかった。あれに比べたら多分全部簡単や。これ誘い撃ちと刀狩り変わらんのかな？溜まる速度。こっちの方が早くあってほしいけどな。なんでこんだけ誘い撃ち撃っと狙われんの？来た必殺。おりゃー。どこ行くねん？こんばんは。まあどのキャラ使おうがやることは変わらんし。なんで食らうの？まあ今足が遅くてもね、ピンチになればいくらでも足早くなるから問題ない。誘い撃ち外したんやけど。そんなことあんの？いいよ。入ってもええよ。その代わり、ちゃんとキャラの限定守れよ。順番にやってっから。大辞典の順番にやってっから。ちゃんとそれで来いよ。一応多分避けれるんよな、スピード的には。たまに、出遅れたら当たらんってだけ的には、避けれるはず。魂は、いや、無理やと思う。この二人じゃまあ無理かな。まあ、魂はさすがにあれじゃない何やったっけ。鬼天じゃないときつい気がする。根付けで行く系のキャラはさすがに無理なんか。はい、ピンチになりました。これで絶対に当たりません。え、外した。あぶねー。なんフェイントというか、滝登りする直前にその角度変えるのがマジでわからんのよ。どっち向いとるかわからんくなる。マジで当たる。いいね、最速弁慶。もう誰にも追いつけん。オッケー。あぶねー。必殺溜まるか。ギリ溜まらん。これで溜まるか。めっちゃクリティカル出た。月の方はね、鉄壁ガードで何の問題も。いや、これ危ねえ。ギリタイドラゴン、ちょっとは回復しとかんとさすがに死ぬな。月、いくら鉄壁ガードといえどある程度回復しとかんときついかも。え、じゃあ回復できんわこいつ。よく考えたらあれだわ、寝付けちゃうから。寝付けではあるけど、あの寝付けじゃないから、妖魔の赤猫寝付けちゃうからさ、全然ガードで回復できんわ。やっぱこれ鉄壁ガード意味ないか。普通に刀狩りと、なんだっけあれ、誘い撃ちにしてくればよかった。鉄壁ガード意味な。いくら鉄壁といえどこの HP なら絶対死ぬからな。あとはもう避けるしかない。いやー、いけそうでいけんな。まあいけなくもなさそうって感じやけど。3人おったらワンチャン。これ人数増えたとこで結局なんかお互いに引っかかって逆に無理みたいなことになりうるから。結局、一人の火力が低いと、人数増えたところで、間に合わん説はねえな。いやー、ガード入れてきたのミスやな。普通に、攻撃二つでよかった。弁慶でかい。なんかでかいよね。やっぱり。絶対それなると思った。だって最後の紫早かったもん。まあ、この足の速さがあれば、全然避けれるっちゃ避けれる。滝登りか。ラッシュか。あー、マジか。巻き込み事故。マジ巻き込み事故ゲーなんや。重力ラッシュは。もう必殺溜まったし、こんだけにしとこう。まあ、新しい。ちょっとお互いに、相手のことを見えるようにしとこう。レナと多分巻き込み事故を起こす。といて、強っ。防御力高っ。グレードか。危ねえ。絶対2号遅れたと思った。ギリ耐えた。来た来た。待って、これさ。危ねえ。ギリ間に合った。もんげ、もしかしてなんかラグで変？ふぅ。うわ、ラッシュやん。マジか。もう終わり？おほ、ええねん。間に合うのやばい。スキルの刀狩りで、さらに力アップ。クリティカル、お、いや、クリティカル圧。どっちにしろ間に合わん。いや、これガードじゃなくて、刀狩り入れてきとったらワンチャン、間に合ったんやけど。ガードでギリ耐え、ラッシュやな。全部そっち行くやん。あぶねえ。逃げ場を失うところやった。そろそろじゃない？まだか。今回長くねえか？
1、2、3、割と火力高いな。 100A ボタンで100いく。ちょっとここで反復横跳び、おい反復横跳びしとりゃ大丈夫やと思ったらこいつ本体に引っかかって逃げれんかった。16ラッシュ反復横跳びで全部楽に避けれるかと思ったら本体の当たり判定が残っとった。びっくりした。またラッシュか。おーい必殺打たしてくれ。ちょっとラグいか。2連続でちょっと待っていや切れるタイミングよ。いいね。もうちょいやで。次のチャンスの頃には終わるか。やっべこれ。いやーさすがにか。ちょい耐えれるかと思った。ナイス。で次はもしかして、おガッツ系やん。てか多分ガッツ系おるかわからんけど、ガッツ F 用意したっけ。あれ歌舞伎猿まで用意したんやったっけ。覚えねー。休み前やったから覚えねー。よしガッツ系しばらく塗るゲーで歌舞伎猿くらいまで全部回避持ちやろう。きたきたの舞やなこれは。あ用意しとる。ガッツ系ガッツ F 冬にゃんマスクドヤマト歌舞伎猿まで、あとクワが大将おるわ。あれがカブト何やったっけ、クワガタ星人みたい。あいつだけおらんけど。しかも超回避か強。ちなみに普段使ったことないんやけど技、まあ神速かな。2点と聖なるコンビクトリアンシュー来るんか。こっからあれ系カブトじゃない、何やったっけ、あクワの武士か。武士は持ってなさそうやし、こっから歌舞伎猿までは一旦持っとるんか。全部回避持ちか強いな。しばらくフィーバータイムや。カチカクフィーバータイムな。しかも4人おるしな。負けるわけがない。いきなり新速アタックなら螺旋切りの後突きで攻撃できるな全然減るスピードがすごい。ここでもうベシてなくちゃんと塗る系始まっとる。危ないんよ。やっと一冊溜まった、まあ、魂も余裕ですと。どこにどんどん反対側か。 G 玉なんか必殺の後突きで食らっちまったんやけど、ラッシュかな。よいしょアタックしとこ次魂1回で終わった。確かに超回避もあるもんね。よーし、あ楽しい楽しいね。この辺の妖怪マジでただ武士をやっとるだけなんよな。と強いから次ガッツ F やな。煩悩、いやだいぶ下の方になってきたな。こいつ揚力の方が高いのをダメだろ。で神速はちゃんとあるんかい。さすがにいくら揚力の方が高いといえどあれやよね。さすがに鬼天の方がいいよね。どうなんかな。さすがに鬼天か。何つけてんだ陽気ゲージ。こんばんは。そうサーバー変更して、さすがに全員鬼天か。一人なんか一文字つけとったけど、さすがに、いやこれ放水の術とかじゃなかったらまだマシやったけど、でもガッツ系より力100ぐらい低いやろこいつ。マジか。でも90バルカなんか出たけど、まあ別に消えても構わんし、まあ消えたら消えたや。消えても特に問題はない。え何や、あ後ろ判定か。怖っ後ろ判定が怖っくそちょっと早かった。船判定甘くて助かった。ちょっと離れて使おう。後好きでこっち食らったらたまったもんじゃない。どうも。で強っ。ガッツ F ですらめっちゃ簡単やし。ラッシュか。よいしょ危ねえ判定が怖いんよ。えマジでほぼずっと殴り続けとるからな。あまあそりゃそうなるまあこのペースで殴っとりゃそうなるわな。いいやな。そうなんで前判定当たんねん後ろって。疑惑の判定にも程があるし。はい、オッケー。ほんで次冬ギャンやろ。ぬるゲーにも程があるって感じや。楽しいそれしか言わんや。 IQ 下がっとるで冬ギャンか。なんかもうおるし。何つけとるこれ。あクリティカル、まあ、ただ武将に限ってはこうなっちまうから。技まあ神速か。いやミスったか。冬ギャンの歌にすればよかった。普通に冬ギャン歌あったんにもったいな。確か力アップみたいな歌あったよね冬ギャンで。しかもクリティカルの出やすいから一点おかしいだろ。判定ちゃん判定仕事しろ。後ろ怨念って早いね。今日初めて武将勝てた。ええやん。あれなんか一人消えたぞ。クリティカル出てくれ。よいしょ。おおいいね2000。あれスキルがクリティカル出やすいんやった。何がないか忘れるし。いておかしいやろ。ありゃ必殺打っといて。おおクリティカル来た。え決めちゃってくれよ。いいね。なんか落ちた。まあよくあることや。そういう日もある。次なんだっけ。
次がヤマト、あ、マスクドニャンか。まあこいつも確か回避持ちやったような気がする。まあ余裕ってことやね。でこのチャレンジやっとったらなんかカブキロイドがどんどん溜まってくるんやけど、レベル60のカブキロイドが溜まってくる。ドニャン、カブキロイドめっちゃ声広い、やば。回避やね。しかもスキルめっちゃ強くね。2回まで耐える、最強やんこいつ。あれドニャンからあれ外してねえな、つけたままや。聖なるコンがあれか、 ラグで押せてなかった、反応してなかった。よし、ドスドスドス強っ。ここでドス、衝撃スタンプ好きやから、おもろい、見た目がおもろい。危ねえが怖いんよ。これここでできるくない、これ。ほら出てきた映り込みできるから。こんばんは。いや結局衝撃スタンプ割と強いんよ。結構火力出るし、隙もそんなないしベチ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 、猫妖怪の引っかきがいいね。しかも衝撃スタンプ時間はかかるけど、これ前に進むから全然気にならんのよな。進むのも含めてある。いやーめちゃくちゃ早いね。やっぱ鬼天なんだよ。ぶっとこう、ここで。これ自分食らうんか。あれマスクドの必須って自分食らうっけ、覚えてねー。あー食らうんや。ここで映り込んどこうで、ヤマト下手すぎんまあまあそんなもんよ。まだ何回もやっとったらね、気絶の一度や二度くらいは。滝登りの謎判定は若干運絡むから、前追って後ろ当たるときと後ろ追って前当たるときがあるから、結構むちゃくちゃ。山とかスキル渾身。おお回避ねえやんけ、どうなっとるんだこいカスが。回避ないやないかい。ないのでパス。なんか名前白くなっとる。ネオか、せっかく渾身持ちなのに。こっちやね、ほら高い方のヤマトが凝ったはずや。確か用意した方のヤマトがおる。おっと、いや変わらんかった。力、まあ、攻撃の構えと渾身でええかなら無敵であってくれって感じやけどな。攻撃の構えどこで使うねん。しょっぱな渾身どっこいしょ。おーナイス、ネオナイス、多分ネオ。やっべいやー回避ないからな、まあ、渾身は当てやすいけどね。3000やばスキルそんな強い。え死ぬんやそれ、意味ねー。まあタンクとかじゃないからな。お、そこ白文字になるんやん。あれ、もともと白文字やったっけ。え、一旦こっち呼びたいな。オッケー。マジこっちやった。あー、やらかした。B ボタン。走ろうとしたら蘇生しちまった。しゃあない。いや、これマジで、ダッシュボタンと蘇生ボタン同じなの欠陥すぎるだろ、これ。行くなが B ボタンなの欠陥すぎる、普通。あ、これ終わったかこれは、まあまあまあ。まあまあ、一旦様子見と。聖なるコン忘れてただいぶ痛 いや俺つけてるよな。いやだるま意味ねえな、タンクアタッカーのくせに。回避なしとはよ。でしかも多分ちゃんとした食らい方せんとピンチで止まれんな。ピンチになる前に気絶まで行っちまう。ピンチで素早さアップする前にもう気絶まで行っちまって、意味ない、それは意味がない。 OK ナイス。で攻撃の構えしてから渾身。最初の削りはすごいんやけど。初見どうも。いやうまいなそれ、逃げられた。まあまあまあ全然滝登りしてくれへんやとか言ったら、これでだいぶ削れるから構えしとこう。いやこれ死ぬんよな食らったら。いや意味ないんよそれがちで。やべ危ね、乗ってよーし、攻撃の構えちょくちょくしとこう。これで火力の底上げや。いやぶねー、チャンス、構えしとこう。オーケーオーケー、やっと渾身打てる強っ、来た来た。うわ攻撃の構えして、あちょっと待って、これバカバカ、もう必殺のタイミング間違えとったな感じ。まあアタッカーやから削り切れるな。やっぱ三段攻撃こういう時に強いわ。時ちゃんと三段攻撃強いからな。タンク、あでもさすがに4人おればタンクでも間に合うか巻き込み事故が。いやそうなんや、必殺のタイミングがむずいよな。必殺も割と考えて打たんと逆にこっちが死ぬことになる。もうちょい話しとけばよかった。ナイス引きつけ、ナイス引きつけ、一旦こんだけ当てといて間に合うか。すぐ逃げる、え、やっべ引っかかって、いや出遅れた、殴るだけ。いや撃てたなら撃てた。 3DS とオンラインできるんですね。概要欄を見てくれ。ズバッと攻撃の構えあるのもでかいな、こういう時だけこういう時だけでかい。それで必殺溜まったし、で魂もゆく、これ集まっとき、あキモいな、なんか後ろ姿 4人集まるとめっちゃ気持ち悪い、なんかまんじゅうみたい。入ってったし、ちょっとラグいんよ。あぶねー、助かった。マジか、当たると思わんだ。
いや、黄色に見えて実は1回分吸い込まれとるからな。地味にサイズ変わっとるから厄介な。またかい。いやー、マジか、やらかした。え、これもしかして、あ。まさかの月で全滅。いや、ヤマト地味にむずいぞ。久々の、いや、こいつがむずいというよりも、久々の回避なしってのと、タンクじゃないから、全然耐えれんっていうので、だいぶ難易度上がってる気がするぞ。これ、だるまにしても多分、息も耐えれんから、人形でいいか。いや、月がちょうど上下で真ん中に来た時がめっちゃ辛いんやな。基本的には避けれるはずなんやけど、上下でちょうどぴったり真ん中に来ると、右か左かで迷うってのもあって、避けきれんくなっちまうんよな。ナイスな。なんかラグいしちょっと。いきなりかよ。え？やばいって今の。は？完全に滝登りの動きやったやん。えぐ。いやー、ちっちゃいダメージを食らいたいんよな。ちっちゃいダメージを食らいたいんやけど。いやー、これまた月で、結局ピンチになる前に死ぬパターン見えるな。あぶねあぶ。おお、重力で死ぬんかい。意味ないって思う。ちょうどピンチなのがいっちゃ意味ない。やっぱ。のわー。もう一回。よし、ここで撃てば多分被らんはず。多分魂は間に合う。後ろ姿の集まりが、きしょい。詰まってなかったらそうでもないんやけど、集まると急に気持ち悪い、これ。後ろ姿が。絶妙な色が。色合いと。今回黄色やし大丈夫っしょ。あ、ラッシュか。マジ？ちょっと今 G 玉取ったらさ、G 玉の後好きで。おい、ちょっと。他大丈夫け。他のゲージが心配や。立て直しちゃーん。アングリー。まあまあ、一旦ね、立て直して参りましょう。ズババ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 。集まった時のエフェクトのズババ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 。これちょっとおもろい。マジタコ殴り。タイミング。ラッシュか。マジ強。しゃあないか。これ当たらんよね。当たらんし。今のめっちゃ蘇生チャンスや。え、なんで食らってない今の。ラッシュまたかい。ちょ、好きやね。まずいよ。もしかしてラグい？あ、昇天。すまんぐ。いやー、衆が帰らぬ人となってしまわれた。あっぶねー。またラッシュ。ラグい？いや、これも一旦紫でいいかな。まあ、一旦、いや、ギリ赤色で耐えれるか。まあ、赤色と紫、別に赤色まで行ったら紫にせん理由もないけどな。どうせ範囲とか変わらんやろ。ダメージぐらいしか変わらん。範囲変わるんかな、赤と。ダメージぐらいしか変わらんのやったら別に紫を拒むそこまでない。もう一発。おっと、一発殴って、チャンス。チャンス。いた！当たるんかい、そこ。ふざけんな。あー、滝登りむずいって。やべ、これ届かんかも。届かんかった。いや、いいよ、全然。俺が勝手に引っかかっとっただけや。チャンス、チャンス。ウィスパー。さすがの武士用判定。回線落ち。いや、それはそうなんよ。なんで今渾身打ったんや。ナイスナイス。言うてまだオレンジか。全然問題ない。はい、ちょっと映り込みしとこう。あれ。いやー、なんとか終わった。地味に難かったな。なんか知らんけど。ちょっと下っても。歌舞伎猿。こいつは？こいつは？あるやん。こっちはあるんかい。歌舞伎猿とヤマトでだいぶ待遇が違うな、これ。こっちはぬるゲーなんや。ちなみにスキルが？スキルも強くね、普通に。一回だけ耐える。で、渾身系の必殺と。なるほどね。素晴らしい。歌舞伎猿は素晴らしい。こっちはちゃんとしとるんやがな。また根をビリビリ持って、三段攻撃してから、渾身打とっかな。ビリビリ読みで。電白持ってきた読みで。あ、持ってきてそう。しかもこれ初転身やからめっちゃ長い。滝登りしてくれ。早いね。鬼天で行けば絶対歌終わるまでに月まで行けるんやな。と、ここで回線落ちとなります。あっぶね、判定怖いからやめて。後ろ向いて滝登り打つの怖いからさ。いや、これ怖いな、タイミング。大丈夫か。いいね。ちょうど渾身が溜まる頃に滝登り打ってくれるの超ありがとう。もう半分以下。あ、ね、助かるぜ。こっちは色合い的にスパスパが。スパンスパン。ナイス渾身。よっ。うーい。怖いんよな。黄色のサイズ感あんま分かってん。そんな変わらんよね、元黄色は。ちょ、近い。はぁ？ふざけんなよ、マジで。2回分消費したけど、ふざけとる。滝登り1回で2回死んどるんやけど。だるすぎるやろ。いや、月までに終わらせたい、これ。滝登りして。いやー。これ、渾身当てたいよ、マジで。よーし。滝登りあれ、だるい。後ろおるんに、
前判定当たって、でひるんどる間にもう一回後ろ判定当たって2回死亡確定みたいな、あれはひどい避けようがない死亡確定を謎判定で食らっとるから、いやー歌舞伎猿までしか用意してないんよな。一旦用意せんなんとか、クワノブシをまず持って、クワノブシ持ってないからちょっと用意してこよう。多分おらん、一応見るけど。ああ、クワが対象や、いませんね。そっくら準備していく。つうかもう12時やし、今日は終わりでいいかな。はい、今日はおしまいです。ミッションはちょっと最後準備だけして終わっちゃいましょうかね。妖怪エディターやっていくわけよ。勇まし、あと6体マジか。ワンチャン次回ぐらいで勇まし終わるんじゃね激アツやね。てか武士王のやりすぎでカブキロイド、カブキロイド、カブキロイド、カブキロイドになって入手順エーテマ、カブキロイド、そのなんでここにクワガ対象、一応クワの武士、クワが対象、大クワの神、クワっていう使えんかな。でお肉い命取り、光おろし、光おろ、あ、そう、光おろしで誰、お肉いと命取りやば、こいつら多分遅いよね。遅いやから相当きつい気がする。でラが光おろし、勇ましい、もう回避ない、あ、回避あるんか。まあ高さっかさを追ってなきす、極玉の減る勢いすごいからな、このチャレンジや。なくとも妖怪の数分は最低使うからな。でもたまに2回とか3回とかかかるから、よこいしょ。これでとりあえず次回の準備は完了や。てなわけで今日は終わりっすかね。